はい、皆さんこんにちは、佐賀健敏でございます。5時半を回りました。2月24日、歴史的な日となりましたね、今日はね。ロシアがここまであからさまにですね、侵略をやるとはですね、ちょっとだけ意外でしたね。まあやるかもしれんと思ってましたけど、意外でしたね。やるんかと。キエフだけ取りに行くかと思ったんですけど、全方位から入ってるみたいですね。だから今ものすごい戦闘が行われてるんではないでしょうかね。ウクライナ軍がやる気になっていればね。その辺はまだ、まあ、まだよう伝わってきませんね。もうでも何回もうね、夜が明けてからね、5時間ぐらい経ってるわけですよ。戦闘状況ぐらいこう伝わってきてもいいと思うんですけどね、まだ上がりませんね。はい、さて、ルーブルというのがですね、ロシアの通貨でございまして、これがですね、もちろん今日はだだ下がりでございまして、そもそも83ルーブルぐらいやったんかな、1ドルに対してですね。それが今日は88ドルまでですね、下がりまして、今86ドル台ですか、86.7 というような状態に来ています。当然ながらですね、これからヨーロッパはもう、こうデイタイムが始まります。フィナンシャルタイムズ100はですね、もうだだ下がりでございまして、マイナス 2.55%、 マイナス191という数字でございまして、7310になりました。今、ヨーロッパはもう上げてまして、デイタイムになってます。でこれからですね、もうすぐアメリカも夜が明けます。で今日の日本時間深夜にはですね、ヨーロッパとアメリカからですね、具体的な経済制裁が発表されるはずです。ここまであからさまな侵略ですんで、最大級の経済制裁が取られると思うんですね。そうなりますと、このルーブルという通貨もまたガーンと下がって、これ1ルーブルまだ 86.7 とか言ってますけど、100ぐらいまではいくんちゃうかなという気がしますね。それからもう誰もルーブルを持ちたがらないと思うんですよね、ロシア人以外は。で、ロシアはかつてですね、ソ連からですね、ソ連が崩壊した後でですね、デフォルトになってます。天文学的なですね、天文学的なインフレになりましたね。確か2000倍とかなんかそんなんですね。で、ロシア人たちはそのことを割合覚えてるんですね。それは1990年代だったと思います。90年代の半ばでしたかね。相当に苦しみました。その記憶があるんで、多分ロシア人たちはですね、そのルーブルではなくて、まあできることならドルなんですけど、ドルでなければ金とかですね、その他ユーロとかですね、あるいは人民元とかですね、それこそ円とかに変えようとしてるはずですから、今後そのルーブルはもうどんどん安くなると思いますね。で、ロシアという国、再々申します通りですね、その強そうな顔をしてますけど、確かに軍事力はまあまああるんですけども、国のサイズとしてその面積とかね、資源があるとかっていうのは別にしてですね、経済力なんて全然大したことないですね。 1.5 兆ドルなわけですよ。だから日本の3分の1ぐらいです。3分の1以下と言ってもいいかな、GDP がですね、ドル換算で。で、大した産業もないんですよ。会社産業ない、農業はまあ多少ありますけど、まあその国がだだっ広いだけあってですね、その流通市場も形成しにくいわけですね。あのだだっ広いところにたかだか1億5000万いるかどうかですですね。でどんどん高齢化が進んでるわけですね。でじゃあどうやって食うてんねんって言ったらですね、ひたすらですねエネルギーが出るんですよ。石油と天然ガスですね。石油は世界で3番目かな、天然ガスは2番目かなんか、それくらい出るんですよ。その天然ガスをですね、パイプラインを使ってヨーロッパに送って、その代金をもらって、それが政府の収入の3割から4割占めると言われてます。でしかもまあ税金も高い国ですね。あんな大きな国土をね維持するの大変ですよ、税金で。
で、そんなにだから豊かではないわけですね。で、ソ連からロシアに変わった時にオリガルヒっていう、そんな、どう言いますかね、この、例えばガスとかね、石油とかって、そういうのはですね、全部、その、どう言いますかね、小ずるいどころじゃない、こう、政府系の政府の事業だったわけですね、ソ連の時は。それを全部民間に移るんですけども、それが、今ではですね、ね、元カゲベ、いわゆるプーチンさんのお仲間たちがほぼ抑えてるわけですね、オルガリーっていう政府系の企業になって。政府系でもないのかな、どうわかりませんけど、まあ、政商ですね。で、抑えていましてですね。で、政府の行政機能っていうのはあんまり機能して、行政機能ってあんまりうまく回ってません。典型的なのは警察なんですけど、警察が機能してるとは思えない。だから誰が治安守ってんねんって、マフィアなんですよ。マフィアが治安守ってるわけだって、警察も行政も司法もあんな機能していないわけ。まあ言うてみればむちゃくちゃな国なんですよ。むちゃくちゃな国でもですね、なぜかプーチンは人気が高いんですね。で、形式だけの選挙をやるんですけど、まあプーチンは大統領になれるわけですよ。で、反対派もいるんですけど、反対派はなかなかですね、議会にも当選できない。まあ、いることはいるんですよ。うん。そういう無茶苦茶な国家なわけです。それで、政府が抑えてるこの石油ですね、原油とかガスの収入で国民を食わしてるというのは現状、現実なわけですね。大して他に産業ないんですよ。あと、まあ、軍事産業と宇宙開発、宇宙産業ぐらいがある。ね、これが要は他国に物を売れるレベルなわけです。だから武器を売ったりですね、宇宙関連のものを売ったりして、意外と収入の多少を得てるわけです。皆さん身の回りにロシア製なんてもの見たことないでしょ。工業製品ではなくですね、その、まあ、例えば、ロシア製の食い物とかって言ったら、まあまあ、キャビアぐらいでございまして、その、まあまあ、身の回りのロシア製というものはないと思うんですけど、要は、そんだけ、こう、売るものがないという国なんですね。でも、天然資源、エネルギー資源があって、ちょっとそれもですね、だんだん細ってきてるんですけど、ただね、あんだけだだっぴろい国ですからね、これから開発される油田とかガス田とかってあるんですよ。まあ油田があれば大体ガス田があるんですけど、なんで開発次第ではまた蘇る可能性もあるんですけど、今ちょっと細りかけてますね。で、ものすごい高齢化社会でして、その高齢化社会何が困るかと、年金の財源に困るわけですね。で、ルーブルすりゃいいんですけど、するとこういうふうにこうルーブルが安くなって、まあこれは戦争で安くなってるんですけど、ですし非常に内政困ってるんですね。だからプーチン結構ですね、内政に行き詰まって戦争にその活路を求めたんちゃうかという見方もあるぐらいでございます。はい。で、これから経済制裁が発動されますとですね、いろんな面でですね、そのロシアもですね、よその国から物を買って、いろいろ賄っているところが多いわけです。その物が買えなくなる、経済制裁で買えなくなるし、ましてやお金がなくなるわけですね。ルーブルが安くなるということは、ロシア人が貧しくなるということなんで、で、インフレも起こります、ロシア国内で。猛烈なインフレが起こるでしょうね。で、そうすると結局国民生活は苦しくなるんですよ。だからね、ペイしないんですよ、今時のそのウォーっていうのは。ペイしないんだけど、ただ、国民は熱狂するわけですね。熱狂して、プーチン、プーチン、プーチン、さすがプーチンや、ロシアのプーチンや、ってなるわけですよ。それだけでしょうね、プーチンさん。ウクライナってね、特に大きな何かをすごい資源があるわけではない。石炭がちょろっと出るぐらいで、あとは農業国なんですよ。小麦とかトウモロコシとか、なんかその辺ですね、大麦ですか、もう取れる。まあ、それぐらいで、いや、取ったところでね、その経済的に潤うかって、それはないと思うんですよ。むしろ、その、経済的にはマイナスになると思うんですよ。まあ、それでも領土が欲しいんでしょうね。はい。だから非常にペイしないことを やらかして、これから今日、この後ですね、続々とヨーロッパ、アメリカの経済制裁が発表されるはずでして、今、ルーブルもなんとか 86.7 なんてところに留まってますけども、ビヨーンとあっという間にですね、100を超えてしまうんちゃうかなと思いながら見てますけども。
このドルルーブルドルルーブルのですね、私が見ているインベスティングというサイトのアドレスを貼っておきますので、まあ、ご興味のある方は行ってみてください。これからもっともっとルーブルは下がるんちゃうかというか、ルーブル自体がもう価値がなくなるんちゃうかという気がいたしております。はい、どうもありがとうございました。